ったリーダーどうします、もう時間ないんすよ、じゃんけんするいやだからさっき松本さん言ったじゃん、スリーセブンコンパスの最初はグー、じゃんけんぽい、はい、こうでしょ、はい、私が今日リーダーをやる前回負けましたから、ね、うるせえな仕事にするんじゃね俺一番負けてないよ、何打とうね、本当でも、ね、だから何打つんですかって聞いてる、心配すんな、ビンゴあるじゃん、ビンゴ打つダメダメ、おはようございます、一番なんて久々だね、おはようございます、お願いします、筋肉マン、リーダー先生に言ってやってくださいよ、あんたが決めんでしょ、筋肉マン座ったぜ、朝一周だけやろ、朝一周とかないでしょこの番組、 SP 出るかもしんないから、オッケー、バッファローマン SP 出るかもしんないから、確かにね、じゃあ一戦目ドナイヤッチューネ、おし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 、ドナイヤッチューネの時間でございますけども、やったー、新番組ですね、ドナイヤッチューネのやった、お時間番組でやった、嬉しい、ドナカタカナでドナ中黒、中黒イヤッチューネ、あーやった、新番組だ、バーって出てますね、イヤッチューネ、やった新番組、まあ、私はリーダーやろうと思ってたの、はい、簡単だ、やろうと思ってた、やろうと思ってました、あ、さすが、今日はもう、今日ちょっと、それはなぜかというと、今日リーダーやろうと思った理由は、うん、ここのドナイヤっちゅうね、はい、3スクミでやってますけども、はい、勝ち頭と、うわあ、そうなんですよ、これがいつの間にかね、すごいっすよね、ミスター勝ち頭、8000枚台だけど、ちょっとね、多いというね、10枚、20枚ぐらいですよ、ここでも1万6000枚ぐらい、ここは8050枚、8070枚みたいな、みたいな、ね、もう20枚ぐらいですか、1万6000枚ぐらいプラスになってるんです、で私が、まあ、時には1万5000枚ぐらいまでマイナスだったんですよ、僕6400枚おマイナス、腐れボンクラで、ね、未だにだから以前まで1万5000枚まで膨らんだんですよ、俺は、ね、子供の頃から真面目に生きてきた立場だからさ、まあ確かにやんちゃしてたやつがゴミ拾ったぐらいで褒められるみたいなやつ最初から真面目に生きてたやつが一番偉い、お前目の敵にしてたろ俺を、一万何枚負けたやつがちょっとマイナス6000枚だったとしてもマイナス6000枚だったそうだね、いやどうするんすか、もういいんすよね、肉でやるしかないね、やるしかない、まあ、俺打ったことないんで、ないですもんね、ちょっといろいろ見識を深めたいなと、リセットでその、まあ、SP っていうちょっと、うん、お助け機能みたいなのが、うん、まあ、何種類かありますね、汚れみたいなもんですけど、うん、それがちょっと高い日にいる可能性もあるので、はいはいはい、それも見つつ、うん、もうデフォルト画面ばっかりのようであればさすがに打ち続けるのは危ないで、危ない、ダメ、はい、いや、きついさ、移動するんすかこの番組で、移動しますよ、おまじっすか、今日じゃあ筋肉マンということで、はい、筋肉マンといえば、努力友情正義、そうだね、努力友情正義ですから、先生も良くないと思いますよ、何がですか、聞いてに回るのは良くないと思いますよ努力友情正義ですから、すいません本当にそうだね、何が絶対ダメっすよ、何がいやダメですよ、じゃあ私は努力を、アイドルは私はダメですって、友情もじゃあ何ですか、勇気ですか、じゃあ、いや正義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 ですか、じゃあ努力友情正義で、はい、三本柱でやってみましょう、わかりました、わかりました、必ず7連勝してバッファローマンの首を取って帰るように、よっしゃ、オッケーです、以上です担当した、はい、努力、友情、正義を胸に、はい、バッファローマンの首を取ってきてください、わかりました、ガックンしました、リーダー、朝一、1ゲーム目ガックンしました、ありがとうございますありがとうございます、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 ふざけてないで、はい、基本的なことを教えてください、あ、じゃあ先生、リーダーお願いしますよ、本気はですね、左下にある正義超人パワーを貯めていくことで、はい、AT が訪れます、これ、はい、あ、
すごい左でした。初めての方ですか？ここですよ、液晶の左下。液晶のって言ってくんないとさ、やっぱさ、液晶の左下ですよ。ちゃんと言ってよ。一応まあシナリオ管理になってて、まあ、モンキーターンみたいな感じですね、うん、なるほど。でそれをやってる中でバッファローマンを倒せば、上位 AT、はい、への、チャレンジ権を得られます。はい、ただまあ上位 AT 行かなくてもそもそも純増6枚なので、はい、あの最初から電動は早いです。なるほど。で勝つ方法としては、うん、そのまあシナリオの継続に期待するっていうことよりもですね、うん、メシア子役という、うん、スイカ、うん、チェリー、あとチャンスベル、上段ベル、チャンスベルなんですけど、うん、はい、それを消化中に対応、まあ、選ばれるんですよ、1個以上は必ず、うんうん、それを引くことができれば V ストップなので、シナリオと、あ、なるほどね、はい、ストップでバッファローマン倒せるまで何とか頑張りましょうというシステムになってますんで。でこの中で、カットイン出てバー狙えっつって、うん、この青バーが揃って、うん、それの一部が直撃することがあります。ほうほうほう、はい、直撃としてはそれ以外はもうね、あの通常時にたまに直撃するんですけど、うん、おそらく設定数が大きいものとなってるでしょうから、基本は期待しなくていいです。はい、わかりました。了解しました。そういった形になっておりますし、今このタイミングで、うんうん、もうすみません、筋肉マンの、はい、こんなに正確な起死回生をすることに何の意味があるのかと思いながらも私は今やりました。はい、でも中年って筋肉マン好きじゃん。好きっすよ、世代的にさ、間違いなく、でもまだ筋肉マン触れてない人もいると思うんですよ。だ今だとありがたかったと思うな。あ、本当ですか。この番組史上一番ありがたい情報だったかもしれない。響きましたかね。響いたと思う。編集をかましてしまうと切らざるを得ない、うん、話ばかりをして、ね、ゲラ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 笑って一日を過ごしているこの番組を見てくれている方々、感謝しなくてはなりません。いやいや本当そうですね。そういう人ほど大事にしないとね。大事にしないといけません。ね、しかし当たんねえな。いやもう本当これ当たり前のように何パワーで当たりやすい。だいたい900っす。だいたい900か。モード A が天井1000万パワーなんですけど、あの900過ぎから前兆始まって、まあ、そこで当たります。で朝一 25% で、チャンスモード行くんですよ、うん、で300万パワーまでに当たるんですけど、あ、もう誰も取ってないですね、はい、でチャンスモードに振り分けられると有利感切れるまで A には行かなくなるんですよ今度、そう、通常 B とチャンスモードを行ったり来たりするっていうか、まあ、ほとんど通常 B になるんですけど、うん、通常 B でも、100万パワーしか変わらないんで、800、ね、あんまり意味がない。800のゾーン、はい、で当たるっていうだけなんですけど、朝一だけですよね、特に3000円ぐらい違うのか、3、4000円。まあそうですね、まあ一応そっと期待度はあるんで、朝はあるんですけど、あ、しかしあれですね、おったかが、セーブ超合金チャレンジ入んねえっすね、1回だけ。これ設定が良くないかもしれない。あのね、広角じゃないと入んないんですよ、うん、広角でうまいこと引かないと、はいはい、で1回入るとあの何回もこうループしたりするんですけど、いやよしよし、やっといけたよ、広角で入ってほしい。よしよし、いいぞ、胸の炎がマットを焦がす、でで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 、俺はホロモノ、この言ったやろ、久々じゃないこれ、入るまでが強かったから大丈夫でしょ。これもう超人チャレンジ入らんと結構しんどいからね、負けたら最後、でで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 、俺は炎の、でででで、筋肉マンって炎の何なの、ね、さっきから筋肉マンって言えよ、何がなんで歌わないのよ、何がだ、いやそう、お、俺も気づいてたけど、なんで筋肉マンだって筋肉マン言わないじゃん、なんですか、なんでですか、じゃあ俺は炎で止めるじゃん、何が悪いんですか、いや、まあ、そこまで歌いたかった、いやいや、うん、じゃ欲しくなるじゃん、いやいや、こっちとしてはなんで止めんのかなと思って、忘れてんのかなと思って、こっちは、え、そこの歌詞をだよ、歌詞を何肉マンか忘れてんのかなって
当たってんじゃん。まあ全然強かったんだね。何肉まん、何肉まんって何ですか。いやだから投資1万4000。松本さんね、そう思われても仕方ないよ。あ、そう。いや本当に、いやだっていっぱいあるじゃん。だめだよ、うん、肉の種類もさ、肉の種類もありますね。忘れちゃってんのかな。追加投資15,000円。あ、京チェリー、イエスイエス、京チェリーイエス、ラクラク夕方画面でイエス、京チェリー安い。京チェリー、うわ、あ、ストップだ。はい、ナイスー。これで1勝目、1戦目勝ち確です。でもし万が一朝からバフォローマン SP がいてバフォローマン来てたら僕はもうこれ感想です。へえ、これはこのものあー心に愛がなければスーパーヒーローじゃないのさ。何だった、俺が超人を倒す、俺が悪魔超人を倒す。濃厚ですか。さあ始まりました、7人の悪魔超人、ミーギョ君の体を取り戻せ。白文字1人目の相手スプリングマンかよ。これまあ出てくる順番でシナリオ審査してるんですけど、はいはい、まあ、一番安いやつこのままだと。よくあるやつ、はい、で順番によって、まあ、この後例えばスプリングマンの後に、うん、他の人が、アトランティス以外が出てくるとチャンスとかっていう、そういうパターン、はい、シナリオの推測をして遊ぶ台ですなどなどで、前半で、まあ、前半パートは10ゲーム間あるんですよ、うん、で前半はここつかないんですけど、うん、裏で必ずどれか1個ついてます。はいはいはい、でそれも今はもうついてるんですけど出てこないんですよ、うん、だから前半のうちになんか子役引いといてみたいな。で今ここでもし1個つけば、あの後半で1個つくんで2個有効だっていう証になります。4個はないんですいませんけど、ビクトリーにはならない、はい、4個はないんで残念ながら。で今回私がつくのは、うん、正義なんでスイカ引けばストック、しかも待機っていうかなんだっけ、準備状態で1個ストック持ってるんで、はいはいはい、ここでスイカ引けば次のもストック持ち越せるんですよね。これがいいですよね、うん、なんでなんとか前倒しでストックを稼いでって、あ、たくさん貯めてってことですね。はい、で2セット目が大体きついですよ。でここでアトランティスが出てきた場合はもうね、もうほぼ何か引かないと勝てない。赤だ、チェリーを引けば勝ち確。頑張って多分もうリーダー頑張って、ここまでのシナリオとか示唆を見る限りチェリー引かなかったら負けてます、うん、もう間違いないです。あと9ゲーム間、あと8ゲームでチェリー引かなければ負け、終わり。カモン、ジャックリー、リーダー頑張って、カモン、あー、ナビしか出ない。音鳴らして厳しいの通常画面、あー、終了です。360枚、これを繰り返してことか。そうです、基本は2セット目があのシナリオがもう一番弱いところなんですよ、うん、いかに2セット目超えるかなんですけど、マジ正義超人入れなすぎ問題、100も増えてないっすよ。いやお、あれこれ設定2以上じゃない、えあれ1否定しました、なんだっけな、 2以上だったような2以上だった気がする。いやー来たな、やっとこさ、お、引いたジョーダンベル、あ、ありえますよ、チャンスですよ。全長に入っちゃってるじゃないですか全長じゃねえか、これ終わった後来るんじゃないですか。本当に、はい、来なかったらどうしてくれるの。あ、それはちょっと知らんですけど、はい、947万パワーのゲーム数761回転の投資が25ポンだ。頑張れ、準備状態で30ゲーム消化した。今メン負けるな、ナビくんな、負けるなよ。
負けるわけねえだろう。あ、すぐ超人は筋肉マンだけじゃないぞ。テリー、2以上。あ、2以上審査。オッケー。設定？いや、シナリオですね。まあ最低ではないと。あ、なんか熱そうだった。あ、それほぼ濃厚です。赤になった。悪魔の先制術を覆す。赤文字ください。赤文字。まあ来るわけねえだろうけど。はい、アトランティスか。あー残念、 SP ではない。はい、チェリーを行きましょう。チェリーのお時間です。負けるなよチェリーマン。チェリーマン頼むぞ。何もいけない。よっしゃい、ナイス継続。いやーよかった。なんか引いたの？いやいや、シナリオ継続ですね。へえ、いけました。で、ここでどなたさんか、ステッカセキングじゃない方がいいよ。ここでステッカセキングの方がいいんだよ。あ、そっか、スプリングマンか。スプリングマンがダメなのか。あ、弱い。くぅ、何も言ってないよ俺。うわ、ベルだ。ベルは引きにくい。ベルが多分一番出にくいと思うんですよね。冗談ベル。はい。追加強弱あるの？追加強弱ないです。追加は一種だよ。うわ、一個かよ。その、まあ、いわゆる特定対象薬ってのはメシェリーと追加。追加とベル。冗談ベルです。チャンスベルですね。で、チャンス目は出れば確定。確定。強チェリーも確定。じゃあ実質ジョーダンベルかスイカかジャックチェリーを引くゲームってこと、ね、そうです。いやこれもうレアビーがないと無理だ。一回見てないもんな。レアくんまだ諦めない。最後の最後まで。お、はい、終わった。360枚もうリーダーと一緒。2戦か。やっぱね、2戦目がネックですよね。いやー、最初からなんかの SP 出ねえかな。マリモさん対29,000円、まあそこしかない。次松本さんも出して、どう、いや俺があと2回か、まあ、3回目にはね、かなり。いやいや、よくやれたな。超ラッキーマン。Okay、余裕である。141マンパワー、実ゲーム数も141の530枚。マンパワージャパンだ。オッケー、マンパワージャパンだ。ありがとうございます。おめでとうございます。32,000円。お、使ってるな。 SP に期待。お、収支管理アプリ Pマネー登場。 Pマネーには誰でも簡単に使える収支登録やデータ分析など便利な機能が満載。私たちもナビゲーターとして活躍中。皆さんダウンロードお願いします。ご視聴ありがとうございました。続きはジャンバリドット TV プレミアムにてご視聴ください。え、二人ともちょっと何か言ってください。ご視聴ありがとうございましたとかちょっと言ってください。見てくださいって言うだろう。言ってください。